はい、えーとあのまあ、ジョン・ヒロミの件なんですけれども、このライブ配信でね、まあ、暴言や猛言をたびたび吐いとるわけなんですけれども、もともとヤバい人だということはみんな分かってたわけですよね。楽、ね、カフェさんのところでね、やからである正体はもうさらけ出してましたから、だからや、ま、ば、あ、いやつの配信なんか、見る方が悪いじゃないかと言われたらですね、まあ、それはそうなんですよ。 もうそれ言われたらもう返す言葉がないんです、実はね。うん。だから、ただまあやっぱりこのヤバい人を支持する人が、まあ一定数いるんですよね。まあ支持すると言ってもその人間性を信頼してるわけではなくて、ただまあ勇猛果敢に、そのアンチの人たちに噛みついていくところが勇ましくて、まあ爽快な気分を与えてくれたみたいな、まあそういう恩があるというかね。だからまあ危なっかしいものの、 まあ変に面白いところもあるし、僕も面白いからという理由でちょくちょくあの見ていましたからね。ただまあ、本当に発してる言葉だけを見ると、まあ力強くて、ね、日本愛を語っててね、まあまあまあ悪くないんじゃないっていう感じで見てたわけですよ。まあしかし現実は自分を嘘で固めている人だということが判明しましたね。やたら金持ち自慢するし、 美人と聞いたらものすごい嫉妬するしで、私は人気者だと全国的に知れ渡っているとか、わけのわからん妄想がどん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 出てきて、もう本当にそれでもなおそれを信じ込んでいて完全に自分が正しいと強く思い込んでいるわけです。で、これお酒を飲んだからの発言でしょって思われるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよ。アルコール抜けた後も考えが全く 全く変わってないんですびっくりしますけれどもねそれがねだからただただ酒を飲んで性根の心根のね心底を持っている部分を酒の力で披露しただけなんですよでアルコールのせいじゃないよっていうその証拠としてですねその以前学カフェに掲載されてる私の動画を消せとなんか感情的になって暴れていた時がありましたね あの学カフェに掲載されてる動画がねすごくまあ自分のかっこ悪い部分だとだから早く消してほしかったんですね、まあ、その感情がある日爆発してでなぜかねそのカピパラさんがなんかジョン・ヒロミから罵倒で攻撃されているっていうのを聞いてえ何があったんですかって状況を聞くとですよ学カフェに私の動画を消せってお前が言えよ ということでカピバラさんにキレてたみたみいですどんだけ自分都合なんていう話なんですけれどもで、まあ、結果はまあカピさんと死んださんこと木村さんが学、まあ、カフェさんに連絡を取ってで動画を非公開にしてもらうことになったんですけれどもでその恩があるわけですよね言ってみたらカピバラさんも協力して連,あの連絡取ったわけなんでね。なののに酒の効果が消えてもですよ あのカピパラさんへの怒りっていうのは全然抜けてないんですよ。未だに。シラフになっても未だにちょくちょく文句言ってますからね。あいつは信用できんとか。うん。だから、まあ、今回の暴言の中でもですね、もうカピさんの名前が何回も出てきましたけれども、まあ、とにかく顔を出せ、顔を出せと。嘘があるから出せないんだろうっていう、もうその一点の理由しかないんですよね。顔を出さない人の理由がもう何でしょう。 嘘をついていいててるからだっていうもうそれしかないんですその人の頭には、うん、まあ本当に全くそんな人がさ正しい解釈なんてできるわけないじゃないですか、うん、ひどいもんです、はい、なので本当にその酒でその妬み憎悪っていうのがさらけ出されただけでそ,のそれはもう普段思ってて我慢してることがあらわになっただけ酒が抜けても変わりませんそう思ってたんだから っていうのがもうライブ配信を見てて分かりますね。思いっきり分かります。普段はものすごく奇弁とともに嘘で固めまくっているっていうことがね、もう本当明確にあらわになったんですよ。だから、まあまあ話聞いててもなんか本当偏りきってるんですよね。あらゆることが。全然バランス良くないもんね。だから偏りきったらやばい人になる。もうこれ絶対法則ですから。ね、極右とか。 国,、えー、国粋主義、まあ、そういった人たちっていうのはもう偏りきってるから非常に攻撃的でまあ怒りっぽいんですよねだから、まあ、そんな人って結局のところ暴力革命のことしか頭にないんですよもうそれがスケスケですもんそしてなんかやたらと国のためとか言ってるんですけれどもは、まあ、から見ると自分に酔いしれてるように見えるわけですよね僕ってかっこいいでしょみたいなそんな感じに見えちゃうわけですよ まあ、とにかく奇弁を垂れてる人が多いわけなんですけれども、まあ、見破り方の一つとしてはそうですね、やっぱり自慢が多い人。これはもう、君子ではないですよ、そんな人はね。あとはやっぱり、その事実かどうかわからない、その人のこととか、憶測でそのゴシップですよね、いわゆる。ゴシップみたいなものを、やたらと断言して決めつけてる人。これも、まあまあ、ダメでしょ、人間としてね。 だから、まあ、その辺もなんかねその言い切っちゃうそのゴシップネタを言い切ってる人ってやっぱり自分が絶対正しい症候群でやっぱ狂事後愛である可能性が高いんじゃないかなと思いますねもうその何でしょうね事実を、まあ、さほど確認せずに言っちゃうっていうことですからね非常に立ちが悪いわけですよっていうふうに考えていくとそのゴシップネタが大好きなさその竹爺とかよしりんっていうのはどうなんですかね まあやっぱり自己愛が目立ちすぎなんじゃないかなと思うんですけれども。はい、で、まあちょっとね、今回のその本題になるんですけれども、えー、今回、その該当の暴言があったライブ配信なんですけれども、これはまあ一般公開はしませんけれども、限定公開の形で、その URL を知ってる人だけ見れるように、えー、します。まあ、確認したい人だけ聞いてくださいという形ですね。 でも今回、その、検定公開に踏み切るのは、まあ、本人が全く反省の色がなく、反省する気もなく、で、まあ、その暴言も振り返ることがないんですよ、自分で。だから、今後も同じような事態を繰り返すのはもう、間違いのないことで、新たな被害者が出るわけなので、まあ、それを防ぐためにもということですね。まあ、とりあえず公開していかないといけないと。はい。これ、ひき逃げに例えましょう。じゃあ。 あなた昨日ひき逃げ事故を起こしてますよと。ものすごい人に迷惑かけてますよと。でもそのある中の人なんてのはね、んそうなのとでもそんなの私いつものことだし、で、何したらいいのみたいな。そういう態度です。いやいやいやと。そんな常識の範疇でね、そのもう酒はやめますみたいな、酒注意しますみたいなそういう行動をね、取ってくださいと。でもある中の人っていうのはそんなの知らねえよと。 私は私、私の好き勝手や,るやってもいいでしょうというようなことを言ってくるわけです。そしてその、ある中のファンたちはね、もう甘やかすわけですよ。うん、馬鹿どもですよ、そんなもんは。ある中だから仕方ないじゃん、みたいな。ひき逃げ事故に、やっぱり、ね、これね、例えると、それはやっぱり許せないでしょっていうことがね、うん、わかるでしょ。さすがに。ね、被害者がいるわけなんで。ということなんですよ。 そして、えっ、ー、と、ジョン・ヒロミにですね、以下のメッセージを LINE で送っております。YouTube のコメント欄にも同様のものを送りました。これは僕の方から送ったんですけれども。暴言は勝手な妄想で、相手の言い分も聞かず、信頼を損なわせる行為。音声を一部公開したいと思います。理由は事態を知らない人が勘違いする可能性があるからです。5月11日に公開します。それまでに明確な謝罪または文章での弁解があった場合は、 その内容により公開することは控えます。あなたは逃げも隠れもしないと常日頃おっしゃっているので、こちら側も問題に向き合い真摯に対応しているのです。また同じことを繰り返さないためにも。と送っており、まあ、ちゃんと既読になってますから、これは必ず目を通していると思います。ですから、まあ、限定の形で、えー、確認したい人がいれば、えー、確認ができるようにしたいと思います。 えー、ジョン・ヒロミをですね、変にかばう人がいるので、まあそういう人に特に見てほしいなと思いますね。あの、これがこの人の少年なんですよと。これ酒の力は関係ないですよ。普段からそう思ってますから。うん、そこに注目していただきたいんですね。普段から思ってることです。だって酒を、酒が抜けた後も弁解してますから。はみたいな。私が何私のが好きなこと言ってもいいじゃないのと。私のチャンネルなんだからっていう。 何を言ったかはもう把握してるはずですよ。僕の動画も見てますから、この人がね。でも一切反省はしません。だって、普段から思ってることだもん。うん、それを言っただけだから。それの何が悪いのっていうモラルなんです、その人の。本当にもう、その暴言のライブ配信はもうめちゃくちゃなこと言ってますからね。妄想、妄想。もう突っ込みどころが多すぎるんですけど、本当ハはったりなんですよね。妄想とはったりがやばいです。 ぜひね、コメント欄にてね、みんな、ツッコミを書いてください。もうツッコミ大会にしましょう。うん。<laughs> 本当に、見事に自分が文句言ってることを自分でやってますからね。これはもうアンチロの、こう、いつものパターンですよね。あなた自分もやってるじゃないですかっていう。あのー、これ全然、あの、ジョン・ヒロミに対する攻撃じゃありませんからね、これは。これはあくまで、あのー、そのコミュニティに不和を乱す人の、そのサンプルです。一例です。これ見ておきましょうっていう。 あ,のあれだけ表では詭弁を言ってるのに実際はこんな正体でしたっていうサンプルですこれはね非常にあの具体例としてねなかなかそんな見れるもんでもないので、うん、まあいい機会かなと思いますこういう人、まあ、これに近い人でもね、まあ、そういうのはもうちらほら出てきますからコミュニティの中に現れてきますからやっぱ、うん、そういう人はやっぱり気をつけていかないといけないということで まあ、それを呼びかけとるわけなんです。全然別に、あのー、個人攻撃なんてサラサラするつもりもありませんからね。もうそんな興味ないんだ、んうん。もう今となってはね。まあ、面白いおばちゃんでしたけどね。性欲がめちゃくちゃ強いみたいでね。はい。性欲強い人ってやっぱちょっと暴走しやすいんかな。まあ、それはちょっとね、あのー、勘ですけれども。では、動画紹介文の URL を押していただいて、えー、確認していただければなと思います。 非常に長かったのでダイジェスト版にして短くしておりますんで聞きやすくなっておりますので,で、まあ、ノーカット版が見たいっていう人はですね、まあ、希望が多ければまあ公開、まあ、してもいいのかなとは考えておりますでは、えー、と動画紹介文の方チェックしてください